さあ始まりました LE ピクチャーズ、今回取り扱う内容はですね、TVer 総再生ランキング、4月期編ということでございましてですね、現在、放送されている4月期ドラマであったりだとか、まあ、バラエティはね、通年通して行われているんですけれども、もうですね、まあ、名作揃いなわけなんですが、前期のね、4月期ドラマも両作が豊作だったということでですね、4月期ドラマの TVer 総再生数ランキングベスト3を見ていきたいなと思います。皆さんの視聴したドラマはランクインしているのでしょうか。こうご期待です。民放公式テレビ配信サービス TVer より2024年4から6月の全配信番組を対象とした番組再生数ランキング上位20番組が発表となりました。こちら総再生数ということなので、ドラマだと1話から最終話まで、そしてバラエティ番組だとこの4月からですね、6月までの、放送回の、まあ、総再生数ということになります。単発での再生回数ではないということをご留意していただければなと。計測概要についてですね、計測期間は2024年4月の1日から6月の30日、TVer における VOD のみの番組動画再生数、ビデオリサーチ社にて算出、リアルタイム配信、追っかけ再生による再生数は除外、放送局のキャッチアップサービスと他社プラットフォーム等は除外、番組ごとのエピソード数、エピソードごとの配信期間は異なるというような点がですね、注意点ですね。トップ20がね、発表になっているんですけれども、各局ね、もう様々な、まあ、コンテンツ、まあ、バラエティであったりドラマっていうところがね、ランクインしているわけなんですけれども、まあ、いろんなね、この放送局が入っているなというところでございまして、結構ね、まばらなのかなというところなんですけれども、まあ、トップ層はですね、割と、一つの局が、まあ、上位を占めている、固めているなという印象もありますので、非常に興味深い、この指標ということになってますね。データですよね。トップ3以外にもですね、ちょっと注目すべき、個人的に気になった順位の作品、まあ、コンテンツがあったということなので、そこをちょっとね、見ていきたいなというところなんですけれども、まずはですね、第15位、テレビ朝日アメトーク、1406万再生回数と。いうことでね、いやー、バラエティとしてアメトークって人気ですよね。まあいろんな作品、まあバラエティね、月曜から夜更かしとかね、酒のつまみになる話とかも入ってるんですけれども、アメトークはやっぱり歴史があって、やっぱりアメトークはバラエティ番組興味ないけどチェックするよみたいな、そういった人たちもかなり多いのかなと思いますし、やっぱりね、ここまで続いている、まあ納得だなというのが分かるような、可視化できるような数字っていうのはきちっと残してますよね。あとはね、14位の一つアメトーク上ですね、14位になったフジテレビ木曜劇場のリベンジ欲望の果てに1432万回再生、これね、個人的に見させていただいていたんですけれども、結構ね、世帯であったりだとか、まあ個人コア視聴率っていうところのリアルタイム視聴率が芳しくなかったんですよね。なのでそんなに回ってないのかなと、 TVer もねっていうのがあったんですけれども、見事14位に入っているということですし、まあ、作品としてはね、結構良かったんですけれども、ただ終始ね、トーンが暗い、そこはねあって、なかなかこう一本上司な感じもして、変化っていう部分ではなかなか抑揚がないようなドラマ構成にはなっていたのかなっていうところで、まあね、その評判としては、まあ、めちゃくちゃ口コミとかも良かったわけではないのかなっていう印象でしたね。個人的にはまあ80点くらいの内容だったかなっていう満足度でね、つけるとそんな感じでしたね。あとはね、8位のフジテレビ水中ドラマブルーモーメント2159万再生ということで、こちらもね、見させていただいておりました。ブルーモーメントはね、やっぱり山下智久さん、そして出口夏樹さんといったね、加穂さんとかもね、そうそうたるメンツを集めてですね、作られたドラマということでございましてですね、まあ注目度も高かったですし、まあ8位は納得ですよね。かなりこう、大規模な、展開がされていましたし、まあ映画化の噂なんかもね、あったりするので、まあ、この先の展開も含めて注目ということでした。さあ、いよいよ TVer 総再生数ランキングですね。2024年4月から6月までですね。
のベスト3ということで見ていきたいんですけれども、第3位に輝いたのは TBS テレビ金曜ドラマナインボーダー、2508万再生ということになりました。いや、まずね、特筆すべきはこちらのね、1個下の順位4位のドラマがですね、なんと日曜劇場アンチヒーローだということでございまして、2453万回再生、日曜劇場を上回っているんですよね、金曜ドラマが。これがかなりちょっと特筆すべき点なんじゃないのかなというところで、見てる人口としてはね、日曜劇場の方がやっぱり多いというふうに思うんですよね。まあ数字、リアルタイム視聴とかタイムシフトで見ると、日曜劇場の方が多いのかなっていう印象あるんですけれども、やっぱり TVer となると、まあ若い世代、若年層であったりだとか、あるいはミドル層っていうところもきちんと視聴されてるのかなと思いますし、日曜劇場はどちらかというとご年配の方もね、たくさん見てらっしゃるイメージあるので、まあそこら辺の差があったのかなっていうところですね。続きまして第2位、テレビ朝日木曜ドラマ、ビリーブ、君にかける橋、2616万再生ということでございまして、ビリーブもね、当チャンネルでも考察動画でですね、取り上げさせていただいておりました、木村拓哉さん主演のですね、テレビ朝日開局、60周年だったかな、の記念作品ということで、メンツがまあやばいということで、豪華でしたよね。天海祐希さん、竹内涼真さんしかりね、小日向文世さんとかね、たくさんの方々、まあ斉藤作美さんとかね、いろんな方々が出られていた中で、まあ、盛り上がってましたよね。作品としてもかなり、まあこの前期のね、もう最高作品なんじゃないかっていうのは自分的にありましたけれども、皆さんはいかがでしたでしょうか。いや、この作品はね、声帯視聴率高くて、まあさすが木村拓哉さん作品だなと、キムタク作品だなっていうのはねあったんですけれども、なかなかコアの部分で、13歳から49歳以下かなの層があんまりね、よろしくなかったっていう数字があったので、どうこれ TVer 回ってんのかなっていう疑問はあったんですけれど、ちゃんとこれ回ってましたね。2616万再生ということで、1話から再生、最終話通してですね、この数字になったということで第2位に輝いているので、まあこのね、開局周年、そして木村拓哉を据えたこのビリーブ、大成功だったと言ってもいいんでしょうね。さあ、そして栄えある第1位に輝いたのはテレビ朝日デスタニー、2884万回の再生ということになりました。おめでとうございます。デスティニーはね、かなり話題でしたよね。いや、私はね、見てないんですよ。見てないんかいっていうね、ツッコミ入りそうなんですけれども、デスティニーはね、結構いろんなところで、まあ、口コミとか SNS のつぶやき、まあ、ポストですよね、が回ってきたりとかもしていたので、結構やっぱり話題にはなっていた作品ですよね。亀梨和也さん、そして石原さとみさんがメインだったかなというところで、そしてね、今回特筆すべきもう一個のポイント、テレビ朝日が上位独占、1位に占めてるわけですよね。そして3位4位が TBS ということで、まあやっぱりね、TBS 強いなと、っていう印象はあったんですよ。TBS はやっぱドラマかなり強いよねっていうね。毎回結構話題作出すよね、とか作り込みがすごいよね、とかね。いう印象はあったんですけれども、テレビ朝日がここに来て、テレビ朝日はやっぱりね、世帯のね、イメージがあったんですよ。高齢層の方たちに支持があるみたいなね。ただやっぱりこの TVer でも回るんかいっていうね、やってくれたね、テレビ朝日っていうところで1位に独占ということでございまして、まあ、惜しくもね、3000万回という大台には届かなかったんですけれども、ただこう万々歳の結果、テレビ朝日のドラマとしてはですね、なったんじゃないのかなと思いますし、まあこのね、ドラマの、まあ、再生数の、まあ、上位陣見て、まあ、共通点あるんですかね、これね。あんまりこうないような気もしますけれども、結構ね、ジャンルもそれぞれ、まあ、違ったりするので、まあ、皆さんの、まあ、趣味、趣向っていうところが、まあ、多様化、細分化しているのかなっていう印象はありますけれどもね。ということで、ベスト3、発表になりました。はい、ということで、2024年4から6月、総合番組再生数ランキングトップ20のベスト3を見ていきました。いや、こういったね、こう、数字として、しっかりと反映されているっていうのは、見てる方として面白いですし、まあ自分の見てた番組がどのくらいの人気なのか、まあ支持率の高さなのかっていうところがですね、しっかりと可視化できるっていう、興味深さっていうのはあるんじゃないでしょうか。日々ドラマ映画情報を更新しております。チャンネル登録、高評価していただけると大変嬉しいです。最後までご視聴いただきありがとうございました。